ください。日本の社会科の教科書が台湾を中国の一部として扱い、そして失敗してしまっている。今のこの情けない状況を何とか変えるために、国会に対する請願署名活動を今起こしております。どうもありがとうございます。ぜひ署名にご協力よろしくお願いいたします。台湾は台湾です。台湾は中国の一部ではありません。どうか署名にご協力よろしくお願いいたします。今私たちは国家に対する請願署名活動を行っております。台湾は台湾、中国は中国です。台湾は中国とは別の国です。台湾は台湾人の国であるからです。台湾は台湾です。台湾は中国の一部ではありません。どうか署名にご協力をよろしくお願いいたします。台湾は台湾です。台湾は中国の一部ではありません。小中高すべての教科書の記述、地図表記は台湾を中国領土として表記をし、そして出版されてしまっております。これを何とか変えるためにも、ぜひ署名にご協力をよろしくお願いいたします。日本の社会科の教科書の問題です。これが中国の教科書の問題ではありません。日本の社会科の教科書が台湾を中国の一部として扱い、出版してしまっている。こんな情けない状況をこれ以上私たちは続けたくありません。台湾を侮辱するような、台湾人たちを悲しませるような日本の社会科の教科書でいいのでしょうか。いいわけがありません。台湾は世界一親日の国、そして日本に災害が起きると必ず義援金や応援メッセージを送ってくれる。いつも日本を気にかけ、そして応援してくれている国、それが台湾です。その台湾に対して泥をかぶせるような、恩を仇で返すような日本の教科書でいていいのでしょうか。ぜひこの社会科の教科書、地図は中国と台湾は別の国であるときちんと国境線を引き、統計資料も台湾を中国の一部として含めない、別々の項目で扱うような教科書を出版してもらおう。そのような教科書検定をしてもらおうではありませんか。台湾を侮辱するような、台湾人たちが悲しむような日本の社会科の教科書であっていいのでしょうか。これ以上彼らを侮辱するような教科書を変えるためにも、どうかよろしくお願いいたします。台湾は台湾です。台湾は中国の一部ではありません。ご苦労様です。どうもありがとうございました。国際法上台湾は中国領ではありません。また日本政府も台湾を中国領だとは承認しておりません。ですからこの文科省検定の社会科の教科書、日本政府の方針にも反しております。台湾研究フォーラムと申します。こちらは日本と台湾の友好、そして共存共栄、これを求める日本間関係の発展を求める日本人と台湾人でもって活動している団体です。本日靖国神社ご参拝の皆様にお願いをいたしておりますのは、日本の教科書を訂正をしてほしい、日本の教科書の訂正を求める署名のお願いであります。日本国政府は実は台湾を中国の一部だなどと認めたことはありません。日中共同声明などで台湾が中国のものだという中国の主張を認識し、これを尊重すると言っているだけで、承認をしたことはないというのが日本国政府の立場です。俺のもんだと言っていることを耳に入れ、頭には入れるけれども認めることはしていませんよというのが、我が国の台湾に関する中共の領有の主張に対する日本の立場であります。でありますので、日本の子どもたちに教える教科書では、台湾が中国のものだなどという中国側の主張に基づいた教科書を作ってはいけないはずです。日本国政府の立場と同じく、中国はそう言っていることは認識尊重はするけど承認はしませんよという立場で、日本の教科書は作られ、子どもたちに教えるべきであります。ところが今の実際に子どもたちに配られている教科書が、記述が間違っています。今の日本の教科書会社が作っている台湾に関する
記載記述は、この後ろに皆様にご提示をしております通り、まるで知らない人が読むと台湾が中国の一部だと誤解してしまうような誤りやすい記載記述をしています。これを日本国政府の立場をきちんと反映した台湾を中国の一部などとは日本政府は認めていない、こういう立場をきちんと反映した教科書の記載にするべきだ。子どもたちに嘘を教えてはなりません。このようにお考えの皆様は、ぜひ靖国神社ご参拝の行き帰り英霊に対して日本国を守ってくれてありがとう、感謝の誠を捧げるとともに、今行われている中共による日本の一部でもあった台湾の侵略、これを日本の教科書が認めるような記載をすることが絶対にないよう、教科書の間違いについて訂正を求める。日本国政府と同じ立場になるように教科書の誤りを正す。日本国政府は未だかつて台湾を共産党独裁中国の主権が及ぶ地域だと認めたことはありません。中国共産党がそのように主張していることは認識をし尊重はするけれども承認は絶対しない。これは日本国政府の立場です。この立場通りに日本の教科書会社が作る教科書は台湾について記述をするべきです。台湾を中国のものだと言わんばかりの記載は改めさせなければいけない。子どもたちに嘘や間違いを教える教科書を配ってはならない。このようにお考えの皆様はぜひ署名にご協力をくださいますようにお願いを申し上げます。日本の一部でありました。そして今日本から分かたれましたけれども、最も日本を信頼し日本のことを好きだと言ってくれている、そういう民主主義国家台湾の人々を共産党独裁中国の侵略の前に、これを人見悟空のようにこれを差し出すと、そんな日本であってはなりません。英霊はそんなことのために命を落としたわけではない。自分たちに続く日本人もきちんとアジアに、そして世界に誠と正義を貫いてくれるだろう、このように考えていることは私は間違いがないと思います。そのようにお考えの皆様はぜひ日本国政府の立場通り、教科書会社は台湾について中国のものだなどというように誤解しそうな記述をしないよう訂正を求める。日本国政府は台湾について中国共産党のものだと認めたことはありません。共産党中国の主張は尊重するけれども承認はしない、これが日本国政府の戦後一貫した立場です。この立場通りの教科書を教科書会社が作るようぜひ皆様署名にご協力をお願いをいたします。靖国神社をご参拝の皆様、ご苦労様です。靖国神社には2万8000柱の台湾人英霊が祀られていることをご存知でしょうか。ぜひ拝殿では我が国のために戦って参拝された2万8000柱の台湾人英霊のことにも思いを馳せてください。そしてその台湾人英霊の故国台湾が今中国の侵略を受けようとしております。我々日本人は
かつて日本のために戦ってくれた台湾人英霊の故郷台湾を断じて中華人民共和国の侵略の対象にしてはならないのです。ぜひ皆様、靖国神社ご参拝の折は台湾人英霊に思いを馳せ、台湾人に感謝の誠を捧げるとおり、これからの日本と台湾共に手を携えていかなければならない、そういった認識をお持ちになったらいかがでしょうか。そしてまた、この台湾人英霊の故郷である台湾が日本の学校教科書においては中華人民共和国の領土と記載されている。台湾は今中華人民共和国の占領の脅威にさらされていますが、早くも我が国の教科書、子どもたちが使用する世界科教科書には台湾が中華人民共和国の領土と記載されている。嘘を書いてはならない教科書に台湾が中国の領土であるという明明白々な嘘が記載されている。こういったものを我々は断じて許すことはできないのです。台湾が中国の領土である、そのように認識する方もいらっしゃるかもしれませんが、それは誤りです。台湾が中国の領土の一部であるというのは台湾侵略を正当化するための中国共産党の悪意のプロパガンダです。こういった誤った政治宣伝をなんと我が国の子どもたちが使用する世界科教科書に採用されているわけです。今ここに掲げるのは高校用の世界科教科書の写真です。台湾が中華人民共和国の領土となっている、なぜか中国に配慮した文部科学省が各教科書会社に対して台湾は中華人民共和国の領土を記載せよと主張しているからです。その結果、我が国の子どもたちは学校教科書を通じ台湾は中国の一部であるという中国覇権主義のプロパガンダを刷り込まれてしまっている。こういった状況を打開するため、私たちは今在日台湾人とともに国会請願署名活動を行っております。どうぞ皆様、署名にご協力をお願いいたします。これ以上日本の子どもたちに台湾は中国の領土の一部であるという誤った情報を押し付けてはなりません。一人でも多くの方の署名が必要です。ご協力をよろしくお願いいたします。これ以上子どもたちに嘘を教えるような日本の社会科の教科書であってはいけません。またどうもありがとうございます。台湾を侮辱するどのような日本の社会科の教科書であっていいのでしょうか。私たちはこの現状を何とか変えたいと思い、国家に対する請願署名活動を行っております。ぜひ署名にご協力をよろしくお願いいたします。お願いします。台湾といえば世界一親日の国と言われています。そしてまた日本に災害が起きると必ず台湾からは日本頑張れ、そして義援金を送ってくれます。東日本大震災の時には250億円もの義援金を送ってくれました。お願いします。世界一親日の国台湾、その台湾を侮辱するような日本の社会科の教科書であっていいわけがありません。どうかこの教科書を変えるための、訂正させるための署名にご協力をよろしくお願いいたします。またこの靖国神社には2万8000柱にも及ぶ台湾人の護衛霊たちが眠っております。ここに台湾人たちが訪れると、ここに先祖が眠っている、このように言って涙を流してくださいます。このような話をたくさん聞いております。そして私が知り得た若い人も、おじいさんの写真でしょうか、旧日本兵の先の写真を見せてくれ、一緒に戦ったことを誇りに思う、そのように言ってくれました。かつて大東亜戦争、一緒になって戦ったことを誇りに思ってくれる国民はやはり台湾以外には私は聞いたことがありません。どうか皆さん、この台湾人たちを悲しませるような今の日本の社会科の教科書であっていいわけがありません。ぜひこれを変えるための署名活動、ご協力よろしくお願いします。これは
中国の教科書の問題ではありません。日本の教科書の問題です。ですから私たち日本人が、山本さん、日本人が声を上げて、そして現状を変えていくしかありません。台湾は中国の一部である誤った政治的プロパガンダを世界各国に中華人民共和国を押し付けていくのです。独裁国家である中華人民共和国では近日年、近日中、この1、2年内に台湾海峡を踏み越えて台湾を独立国家たる台湾への軍事侵攻、軍事変更を目論んで、台湾海峡を隔った福建省に続々と兵力を集中させて、陸海兵力を集中させて台湾侵攻を目論んでいます。このような台湾への軍事侵攻を目論む中華人民共和国の政治プロパガンダに絶対に乗せられてはいけないです。私どもはそれを正すべく、お願いします。国会請願の署名を不況でお願いしているわけでございます。皆様お伺いになってください。台湾という国は世界最大の親日国、世界一の親日国でございまして、あの 12年前の東日本大震災が起きた時には即座に250億円を超す現金を集めて、日本への復興の念を示して協力してくれた世界一の盟友国、親日国なんです。それに対して中華人民共和国を何をしてくれましたか。何もしてくれなかったと言いませんが、台湾は独立国であり絶対に中華人民共和国の一部、一省、一部でもありません。チャイニーズ・タイペイなどという誤った名称を台湾に押し付けて、国際交流の場であるオリンピックの舞台においても台湾という国名を使わせないのが中国の中華人民共和国の悪辣な政治的プロパガンダです。ご通行中の皆様こんにちは。本日は大東亜戦争、かっこ太平洋戦争が終結し78年が経ちます。改めて戦争で亡くなった戦没者並びに日本の平和、そして愛する人を守るために散っていった英霊の方々に哀悼の誠を捧げます。さて、後ろの横断幕にあるように、この台湾という国が大変危機的な状況になっております。中国からの脅威、日に日に増しております。そこで皆さん、中華人民共和国と台湾、これが一つの国であるのか、はたまた別々の国であるのか、しっかりと認識している方はどれだけいるでしょうか。台湾は台湾です。決して中国ではありません。先ほど後方にある歩道橋の上に中国の人が中国国旗を掲げて日本に謝罪せよと迷惑行為を働いておりました。台湾の人はそういうことをしません。中国は独裁国家であり、言論の自由、表現の自由が全くございません。そして強大な軍事力を背景に近隣諸国を恫喝します。しかしこの台湾は我々日本人と同じく平和を愛し、そして正義を重んじております。政治体制も文化体制も異なる台湾と中国、それぞれ違う国である。しかしながら日本の教科書にはその記載がない。台湾を中国の一部のかのように表現している。これを改めなければなりません。どうか子どもたちにそういった教科書で学ばせないためにも、ありがとうございます、学ばせないためにも文科省に対し、台湾は台湾である、中国ではないという声を高め、教科書の内容を変えようではありませんか。皆様のご協力があれば必ずできます。声を上げなければ教科書の内容は変わりません。子どもたちに豊かな教育を育むためにも皆様のご協力を何卒何卒賜りますよう
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。急な参加でございましたけれども、私は社会派 YouTuber の令和たけちゃんと申します。どうか皆様のご支援を賜りますよう、台湾は台湾、中国ではない、そして台湾を守ることが日本を守る、シーレーンというのがあり、その生命線が断たれれば日本は大打撃を受けます。それも踏まえてみんなで一緒に台湾を守っていこうではありませんか。ありがとうございました。ありがとうございました。こういった異常な状況を打破するため、私たちは国会請願署名活動を行っております。署名ご協力お願いします。本日は日本人と在日台湾人が一緒になってお願いをしております。台湾は台湾です。中国の領土ではありません。これ以上日本の子どもたちが使用する社会科教材、台湾は中国の領土であるという放送を記載させることは許されません。署名にご協力をお願いします。こんなことを日本国政府は教科書会社に求めていません。こんな余計な作業をして子どもたちに間違いを教え込むような教科書を私は使わせたいと思わないし、私と同じ認識の台湾救急フォーラムの人たちも日本人も台湾人も持っていませんし、日本国政府も持っていないはずです。日本国政府は教科書会社に対して教科書を検定する権限があります。だけど何に忖度しているのか、この検定権を使ってこの訳のわからない台湾が共産党独裁中国のものだと勘違いするような教科書をまだ正させていません。例えば中野区では、私は中野区議会議員ですが、私が中野区議会で指摘するまで中野区の住民登録、中国と台湾とわざわざ足し合わせて一緒の統計を発表してましたよ。だけど私が共産党独裁中国と台湾はビザも違うし何も違う、わざわざ国と東京都は住民の登録別々に統計取ってんの、なんで中野区だけ合算してるんですかと、日本国政府の立場とも日本国政府の統計とも、あるいは東京都の統計とも違うじゃないですかと言って、私が中野区議会で質疑をして、中野区はその質疑の後、中野区の住民登録中国と台湾と分けて発表するようになりました。言えばやるんですよ。教科書会社も同じです。皆様がこの署名活動にご協力をいただいて、教科書会社がやっていることは日本国政府の立場と違う、おかしい、日本国政府はちゃんと検定制度を使って中国と台湾が少なくとも別の政権で別の国で日本が国家として承認してるか承認してないか、そんな小難しいことは高校が大学になって教えりゃいいから、小学校や中学校では別の統計でちゃんと教えたらどうだ、このようにちゃんと検定を実行するように、そのようにお考えの皆様はぜひ本日この教科書の間違った記述を改めるようにぜひ署名活動にご協力ください。日本中で皆様が台湾と中国は別の国だ、台湾は選挙もある、自分たちの住民で自分たちで有権者登録をして自分たちの代表を国でもあるいは県でもどこでも決めている、立派な人口2300万の独立した国家だ、独裁国家で逮捕令状もなく自宅に警察が踏み込んでいる14億の国とは別の国家なんだと、そしてその人たちは日本と一緒の国であったことを悪いと思っていない、日本が大好きだ、こういう人たちが2300万人います。日本が悪い国で南京で大虐殺したんだと、あれおかしいな、でも政府が言ってるからそう言わないと刑務所に入れられる、そういう国と違うんです。同じ国で
その独裁国家の一員に台湾がならなきゃいけないかのように子供に教え込むことを、なんで日本のなんで日本の教科書会社が日本国政府と違う立場の教科書を作ってそれを子どもたちに教えなきゃいけないのか、おかしいだろうと思われる皆様は、ぜひ日本国政府は共産党独裁中国が台湾の領土権を主張していても、日中共同声明でも日中の平和条約でも中国の立場は尊重するが承認しない。日本国政府はそういう立場です。一貫して絶対に承認しない、これを堅持しています。台湾は共産党中国のものではない、日本は承認していない、政府は承認していない。ですからその立場をきちんと反映した教科書を日本の教科書会社が中国政府におもねらずに、毛沢東主義におもねらずに、事実を子どもたちに教えられる教科書を作るように、ぜひ皆様署名のご協力をお願いを申し上げます。台湾研究フォーラムの一員であります中野区議会議員の吉田光一郎でございました。皆様署名のご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございました。